アディソン死者は、イギリスの死者、貴族、連合王国貴族者位政治家、クリストファー・アディソンが1945年に上されたことに始まる。初代死者、クリストファー・アディソン。クリストファー・アディソンは自由党の政治家として活動して、保健省や復興省を歴任した。彼は労働党に倶り替えした後、1937年5月22日に、 連合王国貴族借位、リンカーン州ストーリングバラのアディソン男爵に上されると、共に貴族院院内総務に就任している。さらに1945年総選挙に労働党が勝利すると、同年7月2日付でアディソン子爵に少女した。初代子爵の後はその息子クリストファーが爵位を襲った。二代子爵クリストファーには男子がなかったため、爵位は 弟マイケルが相続して、以降はその直系男子によって、爵位の継承がなされている。四代使者クウィリアムは1999年貴族院、法制定まで貴族院においてその議席を占めたが、後の五線ではその線から漏れた。彼が2020年現在のアディソン子者区加減、当主である。一族の邸宅は、ピーター・バラ州・アウンダルに位置するチャーン・バーン。 元当主である第四代アディソン死者区ウィリアム・アディソンは以下の爵位を有する。法定推定相続人は元当主の息子であるポール・ワンド・アディソン閣下。貴族院改革後は当時の議席配分に応じて保守党からは42人の世襲貴族枠が確保されることとなったが、アディソン卿は47位であったため落選、敗北を喫した。ありがとうございます。